サワディッカー、ゴーカー。今日はですね、パタヤ沖のラン島に行って第3回ビーチをきれいにしたい、やってこようと思ってます。僕がいつも行く、ラン島のビーチがあるんですけれど、そこまあビーチはデコス、まあ、狭いんですが、やっぱりゴミがですね流れ着いてきて、で寝てる時もせっかく綺麗なビーチなのにペットボトルとかあるとやっぱり残念になってしまいますので、今日ちょっとですね掃除をしに行こうと思ってます。でまあ今日掃除したからってずっと綺麗になるわけじゃなくて、また明日になったら、まあ、いろんなゴミが流れ着いてくるので、また次回、掃除の方しに行きたいと思っています。バンコクから、パタヤまでだいたい車で2時間ぐらいで到着できます。今日は朝の8時半ぐらいにバンコクのアソークを出発して、今パタヤに向かっているところです。今後の僕の予定なんですが、7月の23日から25日まで、チャーン島に行ってきます。でその後7月の30日31日で、ハジャイ、ハートヤイ、マレーシアの近くに行ってきます。でその後8月の2日から5日まで、これはラノーンです。ミャンマーの国境沿い、まあ、海側になるんですが、そこにラノーン県というところありますので、そこに行ってきます。でこの今言った3つは僕まだ行ったことないので、何か情報とかここを見てきた方がいいよとかおすすめのレストランがあれば教えていただきたいと思います。でその後に8月の8日から10日まで、これはプーケットに行ってきます。最近のピピ島の情報がすごいアップされてるんですが、ピピ島に行くか、もしくは、まあ、そちらじゃない逆の、パンガ湾とか八尾の島とかまた行ってこれればなとは思います。それと合わせて、今月、やりたい企画がいっぱいあります。僕はもともと YouTube をしたいなと思ってたのは、タイ人にインタビューをして実際のところをどういう考えなのかっていうところも聞きたかったところがあります。で、これも絶対やりたかったことなんですが、僕の仕事にも直結してるんですが、サイアムとか繁華街、まあ、繁華街というかサイアム、の方に行ってですね、胸もしくは鼻の整形してる人を見つけて、でインタビューをして、まあ、いくらかかったとかどこであったとか、実際に手術してからどれぐらい経ってるかとか、で最後にやってよかったかどうか、これを実際インタビューしていきたいと思います。日本だと、まあ、あんまりそういうのに答えてくれないと思うんですが、タイ人の場合は逆に綺麗になれば自慢してくると思いますので、 YouTube 撮るということで協力してくれる人も僕は多いかとは思います。でその次にしたいインタビュー企画は、まあ、これ場所はちょっとあんまりどこでもいいんですけれど、まあ、僕と女性のタイ人スタッフとか等でタイ人の男性にインタビューをしたいと思ってます。まあ、大体できれば100人ぐらいで、それは何かというと、整形手術でおっぱいが大きくなった人と、まあ中ぐらい、まあ普通ぐらいで手術をしない人、これどっちのおっぱいが
タイ人の男性は好きかということで、できれば手術しないおっぱいが好きと言ってもらって、タイ人の女の子に手術、控えるように促進できたらなと思ってます。でもう一つ最後にやりたい企画が、これは今月7月の26日に実施予定なんですが、タイ人でも日本人でも何人でもいいんですが、10人ぐらい人を集めてサイアムで、僕の、チャンネル登録、誰が一番多くできるか、道を歩いてる人に声かけてチャンネル登録してくださいって言って、で誰が一番多くの、チャンネル登録ができるかというのを競い合って、1位の人2位の人には賞金を渡して、でそういうのをやってみたいなと思います。大体10人ぐらい集めて、で所要時間は今のところ3時間を考えてます。で僕は市内で、やってる人の動画を撮ったりとかしてですね、でそれで、競争してるところを見てみたいなとは思います。日曜日開催なので、その歩いてる人も多分いっぱいいると思いますし、あと参加してくれる人も、10人は集まるんじゃないかなと思いますので、また告知しますのでよろしくお願いします。天気がすごいいいですね。今日はですね、めちゃくちゃ多分日焼けまたすると思うので、もう肩の方がすごい真っ黒けっけなので、今日はこの服を着て清掃したいと思います。前回ですね、タオ島の、サイリービーチで掃除をした時に、自撮り棒を持って、でゴミ袋を持って、でここ火箸を持って、これすんごい大変だったんで、今回は、買い物用のカゴみたいなの、こう引っ張っていけるカゴみたいなのを買って、そこに自転車とかバイクにつけるギュッとやって、でここでこういう風になってるスマホをこう挟めるようになったやつをつけて、それで動画を撮りながら引っ張っていくので、かなり楽にゴミ拾いと撮影ができるとは思っています。先日ライオンですね、パタヤの先のライオンでコロナの発生が分かったということで、ちょっと怖いんですが、掃除が終わったらすぐバンコクに戻ってきたいなと思います。やってみたいインタビュー企画は他にもあります。ですね、それは僕男性が男性のタイ人にインタビュー、できれば50人ぐらいがいいんですが、タイ人の女性がよく、タイ人の男性はジャオチュー浮気者って言うんですが、どうしてタイ人の男性は浮気者って言われるんですかっていうのをインタビューで、答えてもらいたいと思います。僕の中でも大体、どうしてそういう風に言われるのかっていうのは、これまでも何回も考えたことあるので答えは出てるんですが、それをタイ人の男性自体に直接聞いてみたいと思います。ね、どうしてそんな浮気者って言われるんでしょうね。あとは、これはちょっと、あれですけど、これまで日本人男性と付き合ったことのあるタイ人女性に、何人か集まってもらって、日本人男性のいいところ、
日本人男性の悪いところをこう話し合ってるところ、意見交換してるところを YouTube にアップしたいなと思います。でちょっとシリアスな話になってしまうんですけど、例えばのタイ人の、まあ、田舎で、お金があんまりない人がどうやったら普通の生活送れるかとか、そういう人たちは何を求めてるのか、例えば日本人がこう物資をあげたら喜ぶのか、もしくはお金をあげたら喜ぶのか、もしくは何もしないのが一番いいのか、そういうところを、本当のところを知りたいなっていつも思ってます。そういうようなインタビューをして、タイ人のことを少しでも僕がこう、ね、僕はじめ、まあ、YouTube をご覧の皆さんに理解してもらえるようになったらなとは思います。